忍国蔵は、阿武熊川を擁する福島盆地、両政国での道の区国忍部軍、伊達氏及び伊達軍にあった忍国を支配した国の宮津子。仙台旧時本義の巻十、国蔵本義によれば、西武天皇の時代、阿儀国蔵と同祖の久しい、浅いのの孫である久しやさじかを国の宮津子に、定めたことに始まるとされる。阿儀国像の祖は、天裕彦命といい、 そう、同じとする、東山道系の国の宮津子に、染めは、国蔵これ久国蔵重え国の宮津子がいる。また、天猫を天ゆくに彦命も同一とする説によれば、白川国蔵も、同祖となる。律令制下に入って、養老2年から養老6年、または、人気元年3月にかけての短期間であるが、 道の区国から岩瀬国へ分割された経緯を持つ当地は、大和朝廷の北進を代表する多賀城追記までは、大和王権の及ぶ最北端の地として、映祖と対峙していた。地形的にも、かつての忍ぶ軍内であった、だて号は、阿武隈川が谷を刻んで流れ出す阿武隈山地が、東北から、蔵王連邦から、あず連邦に連なる大雨山脈が、西北から迫り、この地が、 福島盆地の北端となっている。後の欧州街道はこれより、北は勝田郡に抜けるまで、松尾芭蕉が奥の細道に長坂と記した険しい山道となる。また、道地には文治5年の欧州合戦で、源の頼朝が差し向けた鎌倉軍を迎え撃つために、藤原康平が長大な厚かし山防衛を築いている。井上道康。 城代歴史地理振興東山道三省堂、1943年 ABC 福島県福島の歴史と文化の回廊歴史と文化をたどる道ハット A B 国見町町の歴史ありがとうございます